はい、どうも世界の全開マックスです。よし、はい、どうも、今日はですね、カリステニクス入門編というのをね、紹介したいと思います。自重トレーニングでね、初心者がね、一体何をしていけばいいのかっていうのをね、今日は紹介したいと思います。ウェイトトレーニングで言えばね、ビッグスリーっていうのがあります。ベンチプレス、あとデッドリフト、あとスクワット、この3つさえやっとけばね、全身が鍛えられるっていうのがね、ウェイトトレーニングではあるんですよね。でもね、自重トレーニングでもそれはあります。まずはプッシュアップですね。ベンチプレスの代わりですね。でデッドリフト、それがまあ懸垂ですよね。そしてスクワット、まあこれ普通にね、重りを使わない自重で行うスクワットあります。でもね、あのストリートワークアウトとかね、始めるんであれば、下半身はねあんまり使えませんね。もうほとんど、上半身の力ばっかりなんでね、まあそこはまあ個人の自由に、どういうトレーニングするかっていうのはね、任せますけど、まず、こういうのは用意しました。はい、まずはプッシュアップですね。腕立て伏せ、まずね、この腕立て伏せっていうのは、まあずっとこれはね、続けていく上で、これは取り入れた方がいいトレーニングですね。僕がやってるスーパーマンプッシュアップとか、他いろいろこういうね、ジャンプしてこう手叩くとかいろいろありますけど、こういうのはね、やっぱり基礎ができてないとできません。じゃあどれぐらいできるようになったらできるのかっていうのをね、言いますと、まずプッシュアップ、こういうね、スタンダードなプッシュアップで、だいたいこれでね、100回ぐらいはねできるようになると、ああいうねパフォーマンスができます。だからね、やるにあたって、100回ぐらいはねできるように、なってください。それまではね、頑張ってやってみてください。それとプルアップですね。懸垂です。懸垂もですね、これも基本となるものですね。これはね、だいたい20回ぐらいはできるようにね、できるようにしてください。僕がね、マッスルアップ10回できるようになった時に、だいたい懸垂は20回超えてできるようになってましたからね。懸垂がね、これ20回ぐらいできたらね、だいたい他の技、マッスルアップとかいろいろスローマッスルアップとかね、ああいうのにね、もうすぐ体が応用ができると思うんでね、まずはこの懸垂20回ぐらいをね目指してやってみてください。筋力は十分つくと思います。あとはね、体の使い方をね覚えるだけなんでね、まず筋力をねつけることをね、おすすめします。でスクワットは、これは個人の自由で、僕はあんまりしませんけどね。そこでまだ取り入れてほしいのがディップス。このディップスはね、取り入れた方がいいと思います。結構ね、ストリートワークアウト系の、技っていうのはね、こういうディップスの肩の力とか三頭筋の力っていうのはね、結構ね、使うんでね、これもね、できれば、50回近く、連続で50回近くできるような筋力がね、必要かと思います。まずは50回をね、できるように、目指してみてください。そして、ストリートワークアウトで欠かせないのが、もうハンドスタンド、逆立ち、倒立とも言いますよね。この逆立ち、倒立を覚えていたら、後々ね、やっぱり、いろんなことにね、応用が効くのでね、これは1日ね5分だけでもいいんですよ、練習。僕はね、1日5分ぐらいで、半年でね、約30秒ぐらい、ピターって止まれるようにできましたからね。まず継続してね、1日5分だけでもいいんで、やってみてください。基本となるね、欠かせない自重トレーニングというのは、まずプッシュアップで、プルアップで、ディップス、
まあ、この辺が基礎ができていたら、あとはね、あの体の使い方だけなんでね、筋力は十分、この3つをやっとけば、十分かと思います。これからね、始めるという方、まずは今言った回数、プッシュアップで言ったら100回で、懸垂で言ったら20回、ディップスで言ったらだいたい連続で50回、そこをねできるような体というのをね、これからやっていかないと、通用しないと思います。それではまた会いましょう。ではまた。